変だ。それでは今回のテーマ、目、メガネの目でいきましょう。まずはティッシュから。おお、落ちない。そして日頃私が使っているメガネ拭き、落ちない。さあそしてマイクロファイバーのこちらのメガネ拭き、ほら落ちますね。わかりますか、この部分きれいに落ちています。これをマイクロファイバーと呼んでおります。この糸です。5グラムありますけど、これが1グラムでだいたい100キロ、伸びていきます。1グラムで100キロ伸びていく、はい、この細さがメガネ拭きの秘密になってます。これはすごい。これは本当にそのミクロの汚れというものに使っていただいたらいいと思います。何でも落ちる、はい、1枚500円です。今最高のメガネ拭きの素材と言われるマイクロファイバー、色鮮やかなメガネ拭きです。マイクロファイバーは20年前高級拭地として商品化されましたが、あまりに汚れがつきやすく拭地に最適とは言えませんでした。工場の人々もメガネ拭きに使っていたそうで、それがヒントとなって12年前に再デビュー。メガネばかりかハイテク製品の汚れ落としにも効果があるそうです。例えばもっと大きいサイズにっていうのは作っていただけますか。いやもう今ここで切っていただけるんですか。あー切ります。そうやって手で切られるわけですか。はい、これぐらいで足りますでしょうか。はい、もう十分です。大きなメガネ拭きをメガネの門のご夫妻に送りました。わー、わー、あ、すごい、なんか、こんなに大きな、これ本当にメガネ拭きなんですか。わあ、素敵、ね、なんか、これでいいの、絶対に、いや、すごく綺麗になる、これ。あれ、こんなに綺麗な色で、うん、ねえ、すごい。自分の分身のようなペンションのトレードマークを拭く。綺麗になったメガネにオレンジ色に染まりゆく海と太陽がひときわ鮮やかに映っていました。私はほらメガネなしでいられないの、だから枕元にいつもちゃんと置いて寝てんの。これは地震がくらカッと捕まってかけるようにして。これおしゃれなメガネですよ。これも今うちにあります。高島屋のメガネ売り場で買った6万5千だった。あのほら消費税が上がっちゃうじゃない、だから高いものを先買っとくのよ。あ、先にね。そうそう、だって安いもの、安いものはさ、同じ 5% だってね、いくらかいいじゃない。6万5000円は結構な出費ですね。もう出費です、年金生活者としては。メガネを離せないお年寄りにクイズ、メガネの常識嘘本当。はい、はい、ちっちゃくなっちゃった。はい、問題いきます。見えすぎるメガネは目に悪い。確かにそうですね。丸、そう、はい、悪いだから丸って言えばいいの。丸、ね、丸でしょ、だから見えすぎちゃ悪いね。じゃあ正解を。正解は見えすぎるメガネの意味がですね、強すぎるメガネだとこれはあの確かにその通りなんですけれど、視力が出すぎてるということはないですね。高い視力が出てればそれだけ綺麗な像を得てるんですから、あの疲れが少ないっていうふうに逆に言えると思います。ところで、あなたのメガネの度は合ってますか？すぐにできる簡単な検査方法をご紹介しましょう。下、タバコの銀紙なんかにちっちゃな穴開けていただいて、はい、それをメガネの上からこういうふうにかけてみて、その穴から覗いて、はい、もっとよく見えるんだと、その、 あの見え方まではメガネで別にあの視力が出る可能性があるんですね。え、じゃあ今テレビ見てる人がですね、メガネかけてますよね、はい、で、アルミホイルに、穴を開けますよね、はい、でこう覗いてその中よりクリアに見えれば、はい、その今かけてるメガネよりも、はい、もっとよく見えるメガネを作ることができる。できるんですね。あ、簡単なんで試してみられるといいかもしれないです。
若い人にメガネの常識嘘本当。年齢とともに近視の話は進む。丸。丸。はい。丸だと思う。丸だと思う。バツだと思う。絶対バツバツ。ない。嘘。それはないと思う。それはない。いや丸。丸丸。わかりました、ね、意見が。行ってみます。残念。超やられた。残念。超やられたっつのはいいよね。あの近視遠視乱視っていうのは目の形の変化で起こると言われてますので、もう目が成長を止めた二十歳あるいは25歳以上ではそういうことは考えられないんです。これであなたも物知りだ。正しいメガネを選べます。表参道にリュネットジュラというお店があります。リュネットとはフランス語でメガネのこと、ジュラとはスイスとフランスの国境にまたがる地方の名で、そこはヨーロッパ一のメガネの産地です。8年前に開店したこの店のメガネは全品ヨーロッパ製。小粋でおしゃれで他の店にはない品揃えで人気。どんなおしゃれメガネがあるのでしょうか。どん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 メガネが好きになってる。フランス、ドイツ、イギリス、ベルギー、いろんな品揃えがあってメガネ選びも楽しいお店。さてここの店長にメガネの楽しみ方を教えていただきましょう。だからバラバラなんですよ、あの形は全部。それあんまり共通性ないんですけど、これは冠婚葬祭用。冠婚葬祭用、こういう具合になって普通のいいおじさんだ。あもう全然違うわ。これはあの老眼なんですよ。でこうメガネかけるじゃないですか。かけた時に細かいのを見たい時にね、止めて止めてこうやっ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 てで細かいの見なきゃいけない時にこう出して、こうやってちょっとこうやって。ほう。まあまあ、見た目よりむしろまた逆にこういうのも面白いかな、で、まあ襟でもいいしどこでもいいから。あ、ブローチになっちゃった、これ向こうのメーカーの連中が僕になぜか名前つけて僕のモデルになってるんですけど。なんつう名前。カズオって言うんですけどね、私のモデルなんですけど、ちょっとこんな感じ。おら全然違います。似合うわ。これ度が入ってないんだよ、なんですけど、こういう似合うよね。ちょっとやってみてください。僕雰囲気違いますよね。でも慣れれば大丈夫ですこれは趣味がこうしてこうなったという感じですか。いや趣味というのはやっぱりメガネねつまんないの多いからって変な言い方なんですけど、なんかこう面白いのもっとないかなと思って探してたということですね。まあ、自分の商売するにしてもお客様もっともっと楽しいのいっぱい、見つけてその中でやってもらえればということで。というか自分がかけた時の雰囲気です。そう、それが好きかどうかですね、ご自身がね。そういう風にしてもいいかもしれない。でも可愛いでしょ、見慣れてくると。最初変だけど。最初変。やっぱり変ですか。自分はね、なかなか選べないんです。自分が選ぶとなると普通のものに行きますよね。あれ自分でこう気に前かけてたもので、気に入ったものが、をちょっと変えたようなものを選ぶ。自分だとどうしても守りに入る。それがありますね。すっごい遊び感覚のメガネってあるんですか。絶対誰がやってもダメなんだ。絶対ダメなの、誰がやっても似合わない。これはもう売るつもりはないんですけど、売りするつもりはないんですけど、まあ一応ディスプレイにしてくる。顔がなくなっちゃうでしょ。でも似合うような感じするけど。顔がなくなるっていうのが一つのやっぱり。メガネってのはあの意外にこのかける高さとかによってもその印象変わりますから、これこうするとなんとなくちょっと煩わしい感じするんですけど、さっきのこれ顔がなくなるような感じするんですけど、こうしちゃうとなんとなく人の個性というかな、人柄が出るような優しさが出る。でも僕がかけるとだらしなく見えません。そんなことないですよ。そうですか。あんまりまあこのぐらいでもこのぐらいでもいいんですけど、あんまりこうなさっちゃうとちょっとなんか変ですけど、こういう感じでちょっとやっていただくとか。なるほどね。ね、いろんな意味で人の目を気にするんじゃなくて、自分から主体的にこうどんどん変えてみるとか雰囲気を変えると、
お洋服せっかくそういうふうに変えられるわけですから、ただお洋服だけじゃなくて全体の雰囲気ということで顔が一番ですから、顔をで雰囲気を変えていただくというのはやはり、もしかしたらメガネのこの 目の視力の問題以上にむしろそっちの方が重要じゃないかなっていう感じはしないでもないです。自分自己主張。メガネを選ぶ親子連れがいました。あの髪の色とかね、それ上品ですよね。派手なんですけど上品っぽく見えますね。目、例えば物を見るためにメガネをお持ちですか、それともファッション的なもの。これはファッション的なと。これちょっと今日買ったんですって。はい、ちょっとおかけになってみてください。はい、今このメガネですよ。これおしゃれだよね。はい、これはちょっとコンタクトした時の風よけ。どれですか、これ。これは、ちょっと娘とお散歩に行く時、見た目よりあれじゃないんです。そんなに見た感じすごい派手です。そう、フレームだけ見ると派手っぽいけどかけると全然違う。でもこれすごい芸術的なんですよ、よーく見るととっても色のグラデーションとかが。色のグラデーション、なかなか出てこない言葉です。よくすごくよくできてる、細かーくよくできてる。あとここら辺も色の色使いが、1、2、3、老眼も入れてる。6個。結構みんなおしゃれなメガネですか。一つはこういう風に下からこんな。お近くですか。中野です。中野にお住まいですか。見ることできます。見たいんですか。彼女たちはメガネをどのように楽しみ、自己演出の小道具として使っているのでしょうか。あなたは俺どっか行くのですね。はい、どうぞ。あ、変わってるわ。この角度がまた違いますね。これがね、はい、これ下からこう、これもこれ変わってる。あ、また趣が違いますね。おとなしいでしょ。フランマ、フランマ嬢ちゃん。これ老眼鏡なんですか。鼻眼鏡。ああ、なるほどね。ああ、はい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 。よくあのおばあちゃんなんかこう下にこう下げて、これ鼻眼鏡って言うんですか。下だけ、でここは フレームレスになって外れてる。そうそう、ほう、ね、ちょっとかけてください。これはお父さんよく見てください。これはコンタクトした時の風よけ。マミマミ。そうするとそれは素通しだ。うん、素通し。ただレンズ入れていただいて。だってメガネって年齢に関係ないでしょ。そうですよね。自分の気持ちでドレスに合わせて、それでドレスアップすればいいんじゃないでしょうかね。おこれより私ブルーの方が合うわよね。あ、お洋服に合わせたら。ちょっとブルーのやつ着てみましょうか。ファッションまで変えてくると嬉しいですね。もうあのコートの、はい、コートなんですけど、これをあれする。これだと思います。このロイヤルブルーの方が、はい、ちょうだい。そうだね。メガネを洋服に合わせるのではありません。メガネに洋服を合わせるのです。贅沢なおしゃれ。この水入れですか。あ、次それ。はい、じゃこれ。何着ても似合いますけどね。またお上手。いや、これ後ろか。あ、それだとうるさくなっちゃう感じするんですよね。それでどこ出かけたいですか。お食事。お食事。ホテル。ホテル。パークハイアット。パークハイアット。いいですね。メガネ一つでパークハイアットまで行っちゃってして、フランス料理か食べて。懐石。懐石、うわ、出ました。親子で懐石料理パークハイアット。お父さん負けず嫌い。25万円の、まあもっと高い、30万ぐらい。あ、じゃあだって高い時、あ、バブルの時代だから、はい、あ、バブルの時代のメガネ、じゃあ一番高い時じゃないですか。はい、以上ちゃん、ほら。じゃあ値段では一番高いのはお父さんのメガネですね。金縁のこれが30万ぐらい。でも高い高いんですが、遊び心はないから、今度ですね、あの娘さんでもいいから、奥さんでもいいから、旦那さんにプレゼントしたらどうですかね。メガネ、どうぞママ。やめてやめて。買いますよ。お、強気に出ましたね。買いますよ。それは確かに。値段的にね。値段じゃないです。うん、ね、
メガネでおしゃれは家族。